で、カラオケ？ああ、なんかね、最近カラオケでね、歌ってもなかなか盛り上がらない。盛り上がらない。そうなんですよ。もしかして小田和正歌ってません？いや、まあこういう歌歌うんです。ちょっとじゃあ、いいですか？はい。よし。行くべ行くべ。ガガ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 ガ。紫、黒ライム、紫黒ライム、ガガ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 、紫黒ライム、待って、これ多分死んでるな。はいはいはい、はい、はい、ナビゲーションでスナパイさんが死んでました。はい。で、行動経緯はアドミンを見てシールドとナビゲーションに11だったので、どっちか死んでるなと思ってストレージの方向回ってシールドナビゲーションといったら、途中クロムさんとすれ違ってナビゲーションにスナパイさんの死体。ナビゲーションの中の、詳細の位置はわからないが、キルが怖かったのですぐレポートをしました。ナビゲーションで生きてるスナパイさんを確認した後にシールドに行ってます。うん。はい。じゃあ無理な人を言ったらいいかなと思うんですけど、リアクターにいた人が何人かいたから。自分、プテハシさんまでは覚えてる。僕は直しました。夏目さんと一緒だったかな。あ、うん、で、僕もいました。直した時はいないですけど、オラフさんいましたね。はい、はい、この3人はちょっとやってないですね。アリバないと思うんで話すんですけど、僕リアクターが鳴ったタイミングで多分アドミンぐらいに行って、ストレージのところ抜けたタイミングぐらいで多分直って、そのままエレクトリカル入ってタスクしてるので、エレクトリカルの中です最初一僕は。うん、多分ただ誰にも見られてない。ただアドミンに武雄さんがいたかなっていうような記憶がある。があるぐらいで、多分誰にも見られてないのでアリバイはないと思います。先ほど最終位置メドベイですけど、その前にアドミン行ってます。で、センタンさんがその時にアドミン見てたと思います。ドズルさんもいました。はい、僕センタンさんと同じ動きして、センタンさんがやれないことを証明できます。ってことは、もう一人しかいないじゃん。黒川クロムしかいなくないですか。言ってる全員の言ってることが正しいんだったら、ナイトメアさんか黒川クロム、ナイトメアさんかクロムか。ウェポン方面から抜けてる可能性もまああるで。あ、大丈夫。俺最終位置ウェポンで抜けてる人間がいない。うん、ほぼ黒川クロムだと思いますよ。これは。じゃあまあボタンを押してもらっていいですか。クロムさんがスナパイさん生きてるのを見たって言ってたんですけど、そのなんか時間とか教えてほしいです。時間、リアクターが鳴る前、リアクターが鳴って左に行ったら、左に行って、おかしくない、時系列がおかしい、おかしくない、おかしくない。右に行ったタイミングとそこですれ違って、あ、おかしくなくて、おかしくなくて、ナビゲーションの、リアクターが鳴った後に左に行ったけど、まあ誰か直すしいいやろうと思ってシールドやってます。じゃあ結局左側に全然行ってなくて、シールドでずっと助けやってたってこと。あ、そうです。ただリアクター直ってから死体発見されるまでかなり時間があったと思うんだけど、シールドから動いていないということですか、それは。あ、だからそっか、リアクター鳴った後かも。じゃあだってリアクター鳴ってアドミンでセンターさんが確認して行ってて、しかも停電まで起きてるから相当多分時間があると思うので、シールドから全く動いていないということはないと思うんですけど。ごめんなさい、ちょっと確認したいんですけど、クロムか、これは。クロムさんって初手どこ行きました。初手ウェポンです。わかりました。てか、そうそう、鳴った後で死体が起きてんだったら、
なんかもう黒川クロムさんの殺害しかありえない、うん、今の発言がおかしいですよね。リアクターなる前、うん、なった後って言ってたけど、だいぶ時間経ったから、なった後だとしてもかなり時間経ってますね僕、うん、メッドベイなんですよ。覚え毛終わったから喋らせて。あのメッドベイからあのでメッドベイで鳴り終わってアドミン見てしばらく見ていちいち動かなかったから行ったんですけど、そこでシールドから直前で出てくるクロムさんに会ってるからめちゃくちゃ長い間いたってことになりますね。これ俺釣るんだったら押すけど正直押したくないんだけど。釣る気はないけど切るタイミングで押してほしい。あ了解。じゃあ押す意識持ちます。ただまあ一個気になってるのがボズルさんと竹雄さんからアドミン情報が出なかったのがちょっと気になる。特にトズルさん、あと閉まるタイミング的になのかなとか深読みかな。トズルさんもちょっと怪しんでるけど、これは議論には一応持ち込まないかな。最後までは多分クロムさんが犯人の場合は、ぬしゅナビゲーションの城ゼロ、ナビゲーションの情報は本当に正しくて、戻ってキルして僕とすれ違ったって演じ切りだと納得なんだよね。城ゼロ、城水、ありがとう言ったりな、シーズの声。誰も死んでないかな。死んでないです。なんか、なんか竹雄さんが、ね、永遠についてくるんですけど、これ何ですか。いいじゃないですか、そういうこと。まあまあいいけどね、いいけど。でめちゃくちゃ多分 O2 が鳴ってるさなか逆走してる僕をたくさんの人が見ていると思うんで、先に説明させていただくんですけど、あのナビゲーションのところのこの字のところに行った時にタスクを中に入る時に単純にセキュリティのカメラがついていたなと認識していて、ただ出た時についていなかったので、まあ、確認も兼ねて走ってる最中に O2 が鳴っちゃったんですけど、無視してセキュリティに走ってたっていうだけです。はい、僕見てました監視カメラ。ナイトメアさん見てます。はい、ストレージじゃないわ、メッドベイの上の廊下でナイトメアさんとすれ違いました。てか結構多分ね、みんな普通に O2 になってるからね、向かってるところをね、すごい人とね、多分逆走してる僕がすれ違ったはずだな。まあ、まあ誰も上がってないから死んだかな、クロムが。クロムで落ちてると思うよ。だってクロムから見た疑い値って結構絞れるのに、絞りきってないのがめっちゃポスターだな。だし、ごめんね、ちょっと、途中で口挟んだけど、クロムさんが多分ナビゲーションでスナパイさんを見たっていうのは本当で、で、シールドまで行ってそこから戻って、でナビゲーションまでキルしてシールドさらに戻って僕とすれ違ったって時系列ならすごい納得な時間なんだよね。イベントがどっかで使ったかもしれないけど、まあ、でもそんな感じなんだろうなと思う。クロムさんがインポスターだったら高田さんが即答をしてるあたりは白いとは、まあ、あと先端だよね。先端さんで自分も結構クロムさんに指摘入れてたから、まあ、客観的に見て白、赤、ピンクは白で見てほしい。いや、夏目さんは別にそんなに。白、ピンクは白。赤とピンク。赤とピンクは白ね。めっちゃ言うやん。ダークを出て赤とピンクは白も。あ、面白。ああ逆に夏目さんの今の白への入り方は、まあ、黒っぽくなかったな。ボズルさんかなと、まあ、話してもよかったけど。黄緑、緑。うわールートミスった。あー上からケアしていけばよかった。あっちゃー、これ見つからんな、多分。ここ絶好のキルバスなんだよね。で、先端恐怖症さんが言ってた。あ、突
ズルさんがこれ見つけたら、ほか視点もコズルさんどう映ってるかわかんないけど、見つけたらだいぶじゃないか。カフェイチ、はい、はい、下の位置わかんないんですけど、カフェテリアでとりあえず死体がありまして、停電中だったんでわかんないです。で、その時にドズルさんがうろちょろしてたんですけど、確かだからドズルさんの行動を知りたいから、はい、僕ずっとアドミンで見てました。で、カフェテリアの影が20秒ぐらい動かなかったんで、上に行ったところで停電になって夏目さんと遭遇しました。で、その後夏目さんがレポートしたっていう感じですね。カフェテリアは影は1位だったんですけど、夏目さんはずっとカフェテリアいました？いなくて、シットレージから右回りで上に来ました。カフェテリアナビゲーションにはいました？ナビゲーションいました。はい、あのルート合ってます。夏目さんはもしやったとしたら直前にやってると思います。カメラやってる方、はい、ナイトヤメラです。夏目先生が多分、ドズルさんが多分その映ってて、知って、したらストレージの方から多分2人ぐらい、竹雄さんと、プテハツさんです。オラフさんか。僕ですね。はい。来てた。そうね。アドミンに行きましたね。はい。高田さん、オラフさんがエレクトリカル付近にいたのは見た。いた。いたね。いました。うん、まあ、ただし、死体がね、いつ亡くなったかは、確かに。ただ、先端さんかなり早い段階で亡くなってると思ってて、ずっと1だったん で夏目さんがケルヒテのレポートじゃなさそうだなと僕は思います。まあ、そもそもずっと1だったら無理じゃないですか、自分が。ドズルさんはアドミンを見てたんですか？ずっとずっと見てました。はい、カフェテリアずっと1いて、はい、で見に探しに行ったってことですか？探しに行ったら夏目さんと出会ってレポートだったんで、先端さん死んでたんじゃないかなと僕予想。はい、ウェポンにも1ついてたんで、それが夏目さんだったと思います。うん、なるほど。ドズルさんの、いつ起きるかわかんないから、いや、そういつ起きれば白って言えないですよ、誰も。ごめん、キルしたからね。そうですね、ただ夏目さんがキルした後にナビゲーションまで行ってまた戻ってのレポートはちょっと考え、なくはないけどね。なくはないです。こんにちは。いい議論ですね。頑張れ頑張れー。ああ、ありがとうございます。すいません、もうちょい詰めれるかなと思って押しました。うん、でもなんかタスクで活動ですからね、これね。そうですね。まあ、それもあるけど、セキュリティで情報見てたんですよね、誰か。ナイトメアが見てて、つけた瞬間に多分、アドミンのとの字に多分ドズルさんが見えて、でなるレポートされる直前ぐらいに竹雄さんと、だからオラフ君が下から来たのは見てるけど、ちょっと確認したいんですけど、オラフさんってはいどういうルートで来ました？はい、僕はリアクターロアエンジンエレクトリカルっていう感じで、でエレクトリカルで壁に挟まってましたね。それ多分高田さんと面白いがエレクトリカルだったんで、はい、そうね、了解です。じゃあ、まあ、最終一回、はい、竹雄はストレージ、シールド、コミュニケーション、シールドで、ストレージでオラフさんと会ってアドミンっていう形だったんで、まあ、それだったら納得します。はい、うん、じゃあ竹雄さん、オラフさんも主張的には無理じゃないですか。で、でもいつ死んだか分かんないから、あんまり。そうなんですかね。カフェテリアに寄ってないっていう主張が今通ってるくらい。僕は、はい、一応僕のやつじゃ言うと、カフェテリア、ストレージ、シールド、ストレージ、カフェテリア、メドベイ、アッパーエンジン、ロアエンジン、エレクトリカルです。これはカフェからアッパー、リアクター、ロア、エレクトリカル。もうリアクターで覚えゲーやって、今普通に、そのままずっとセキュリティ見てたかな。初手何したっけ、初手俺右の方に行ってたっけかな、うん。てかドズルさんが真実言ってんだったら、ドズルさんも殺害無理なんですよね、自分の視点では。そのレポートが、自分入ってきてすぐ光ったんですよ。でドズルさんがドズルさんとすれ違ったより前に光ってたから、ドズルさんも無理かなって思うんですよ。入ってすぐっていうのはどこら辺ですか？カフェテリア入ってってことですか？あ、そう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 、ウェポンから入って、いいところで押します。ベントさん、はい、あんま詰めなさそうなんで、いや、これ自分が押します。うん、ですね。
いいんですけど、あの殺害時刻が不明瞭な件でボタン押しまくっていいのかっていう懸念はありますね。まあでもドツレさんの証言が20秒以上前だから、でかつ夏目さんも言ってたけどカフェテリアに行ってないことが一人証明されたっていうのが結果的にはね、うんうん、でかかったね。押してちょっとボタン消費怖いなとは思ったけど、押された瞬間はそうっすね。ああでもちょっと最近僕あのやってて悩みが、はいはいはい、なんかカラオケで、カラオケ、はい、ごめんなさい、ちょっと早いかなとは思ったんですけど、まあ一応あんまタスクできないですよねこれじゃ。いやでも僕さっき夏目さん白いって言ったんですけど、ちょっと今の話聞いてまだ全然わかんないなっていう。あ、そうなんだ。先端さんが直前まで生きていて、夏目さんがキル取ってからの僕が上下から上がってきたからレポートしたっていう可能性があるな。そしたらナビゲーションのだからドズルさんが離れた後に人が増えてるって話でしょ多分。そうです。僕が離れた後に、僕が離れた瞬間は、ナビゲーションから上ポンに行ったんですよ。だったら僕が20秒間なんで、ナビゲーションから上ポンに行ったのが夏目さんで、僕が離れた瞬間には上ポン1、カフェテリア1でした。うん。でその時は先端、はい、先端さんが生きてて、夏目さんが入ってきて、先端さんをやってから、うん、僕が下から上がってきたから慌ててレポートしたっていう可能性もあると思います。停電時ですよ。そうです。停電時慌ててレポートをするんですか。僕20秒間いた。もしかして僕が結構停電時でも下から上に上がって何やってたの。先端教師を、だった場合自分の右側で下を出してるとなんですか。あ、はい、何やってたんだよ。インポスターの視点だったら、アドミンからカフェテリアに入る情報見えてるじゃないですか。なんか声変わりました。あまりあまりないと思うな。あまりな。違う人が喋ってる。本気で考えてるの。ナスエイは本気で考えてる。ちょっと待って、ドズルさん無理。自分の視点だったらドズルさん無理。オラフさんも無理。武雄さんも無理。高田健さん白い。もうじゃあ高一俺だけじゃないかな。別に。いやプテアさんもいる。プテアさんもいる。ドズルさんってナビゲーション以外の情報のアドミンって記憶にあります？あります。エレクトリカル1リアクター1って11ついてました。あ、じゃあ単純に頭がいい。なんかいや容疑者でめちゃくちゃそっちだけ気にしてたのかなと思ったけど、ああ、すごい、覚えてるんだ。覚えてます、まあ、はい、タスクやりましょう。タスクやりましょう。そう、多分いけると思います。プデアさんペア組むわ。自分いいね。いいですね。でカラオケ、あー、なんかね、最近カラオケでね、あの歌ってもなかなか盛り上がらない。盛り上がらない。そうなんですよ。もしかして小田和正歌ってません？いや、ね、まあ、あのこういう歌歌うんです。ちょっとじゃあ、いいですか？はい。アルコール除菌消毒手洗いリメンバーやべ、先にボケ潰しちゃった。あれ、はい、先にボケ潰しちゃった。さんかなこれは。やっちゃった。ボケさんだと思います。まさか歌うとは思わなかった。状況から説明します。僕がトレビ側からボケ潰しちまった。リアクターが鳴ったのでエレクトリカルの方、まあリアクター側に向かっていました。どこですか。まずどこですか。まず死体がリアクター。先に小田和正先生入れちまった。エレクトリカルの中からドズルさんが出てきたタイミングで僕がまずエレクトリカルに入ると中からプテハス、中にプテハスさんがいて夏目先生の死体があったので、で多分ドズルさんも僕が入ったのを見て入ってきたと思ってるので後ろから。そうですね、はい、あのプテナツさんがいて2人にしてちょっとあの見に一緒にナイトメアさんと一緒に見に行ったら夏目さんがやられてました。なんでプテハスさんかもしくは誰かが弁当を使ってのキルだ。場所はどこですか。エレクトリカルのもう入ってすぐにプテハスさんと死体が重なっているように見えたのですぐ押しちゃったんですが、多分3つの回転の止めるタスクぐらいのとこだったと思います。おそらく高田さん、はい、僕情報欲しいです。ああ、僕と武雄さんはナビゲーションで2人でずっといたので多分無理です、はいはい、僕レポート光ってなかったと思うから、僕はだって結構出口の方にもういたから。いや多分僕視点だとずれ動機ずれしてなければほぼプテハスさんの死体は重なっていたように見えたし、プテハスさんは出口側に出てこようとしていたように見えた。ナイトミヤさん歩いて出てました。ナイトミヤさん視点ではドズルさんは無理なんですね。少なくともだって死体の近くにプテハスさんが行ったからよっぽあの
だとすると戻ってくる必要がないと思うんだよなと。はい、僕絶対無理だと思います、はい、あ、じゃあナイトメアさんがやったのかな。僕やってないですよ。僕普通にドズル、ステハさん回転タスクやって下に行ったけど、けど弁当がないんだったら、弁当あるんだったらローラーしてほしいじゃん。ほら切ったなんて終わんないのか。終わるんだけどね。終わるよ。終わるよ。ごめんなさい。ナイスです。すいません、マジで。当たった。マジでごめんなさい。でも、センターの死体が思ったよりも見つからなかったな。あれ。やっぱずっと死んでたんすね。やっちまったなと思って、あそこ。カフェの机の右下の机の右下通っちゃって、停電行くときに。あそこいつも通んないようにしてんだけど、考えながら歩いちゃって、あそこ通っちゃって、見事通されちゃったな、マキル。あ、右下。そう、右下弁当の横ぐらいか。いや、弁当の下だね。右下、カフェの右下、一番見つかりにくい場所。壁沿いか、あ、だからそうそうそう。これって、扉閉めたら、その、妨害のあのやつってちょっとできなくなっちゃったりするんですか？できないです。できなくなります、はい。あ、そうなんだ、僕それ全然知らなかった。だから、緊急サボタージュが溜まる直前ボタン、ドアを押しちゃうと、もったいない。あ、そうなんだね。だから基本は緊急サボやって、その後まあ脳死で全部閉めて、でまた次の緊急サボをしてが、まあ、一番簡単 な簡単でかつ全体を遅らせる行動。そう、知らなかったな。なんかあれ、なんか消えちゃったなみたいなこと、なんだろう。ドズルさん記憶力すごないですか？俺前も思ったんですけど。よかったです。ありがとうございます。1個前の僕の全く覚えてない。マジすごい。いや、アドミン情報すげえと思って。あ、いえいえ、よかった。ちょうど見てたんで、はい。しかも結構ボタン押した後に、いや、そう。さらって言ってるから。いや、かっこいいと思って。すげえ、やった。1ずつだったんで覚えやすかったです。はい。1ずつだったら覚えにくくないですか？あったんだよ、俺も。いや、なんか、うん、移動もそんななかったんで、はい。なんかナビゲーションの影がずっと移動しないなーって思ってたら、そのまま上に来て、でカフェテリアが動かなかったんで探しに行ったら夏目さんと遭遇したって感じでした。すげえ。すごい良かったですね。情報もあってたし、ね、うん、白く見えた。良かったし。良かったです。最後確定なエレクトリカルの情報出るまでは全然誰か分かんなかったからね。そうですね。はい、時間経ってますから、本当に先端死んでから1分ぐらい経ってたから。あ